ドカンルーム。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールームの時間になりました。さて、鹿児島国体についても皆さんからご意見をいただきたいと思いますが、ぜひね、リクエスト曲なんかも送ってください。ファックス 099-239-1130。099-239-1130。メールは sports@myufm.jp。sports@myufm.jp でお待ちしております。さあ、鹿児島ユナイテッド FC J3 開幕カード決まりましたね。開幕戦が6月27日土曜日18時キックオフ、ロアッソ熊本との開幕戦になりました。サポーターの皆さん、準備は OK でしょうか？まあ最初の試合、これはですね、無観客試合リモートマッチという名前になりましたけれども、まあ、実際にスタジアムで応援することはできないんですけれども、ダゾーンからね、皆さんどんどん応援の気持ちをね、届けていきましょうね。さあ、それではですね、今日はまあ皆さんからのその開幕に向けた気持ちもどんどんこの番組に送っていただきたいし、応援メッセージもぜひ送っていただきたいなと思います。そして今日はですね、なんと言いましても頼れる副キャプテンのインタビューがあります。それでは今日のマッキーのロッカールームは中原修斗選手を応援しましょう。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム、エールフォー鹿児島です。今日はこの方とお電話がつながっていますよ。すごく久しぶりな気がする。では自己紹介お願いします。はい、鹿児島ユナイテッド FC 背番号38番中原修斗です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久しぶりですね。はい、久しぶりです。元気ですか？めちゃくちゃ元気です。あの、開幕カードが決まって、はいはい、今どんな気持ちですか？いや、まあ本当にすぐにでも試合したいぐらい、うん、はい、気持ちが高ぶってます。もう高ぶってますか？はい、今もう本当に仕上がり状況がすごく気になってるんですが、はい、チームとして今どのぐらい仕上がってますか？まあ半分ぐらい。お、今の時点で半分ぐらいなんですね。はい、まあ、これからもっともっと、うん、あの試合重ねて良くなっていくと思うので、はい、はい、これって開幕に100% 合わせていくんですか？はい、まあ、もちろん開幕に向けてもそうですけど、はい、まあ、シーズン通してこうチームが強くなっていくことが大事だと思うんで、うん、まあ、開幕してから徐々にこうチーム状態が上がってくればいいかなとは思ってます。なるほど。中原選手自体は今どのぐらい仕上がってますか？6、70ぐらい。結構高くないですか？いや、まあ、はい、うん、そうですね、高い方だと思いますけど、まだこれからでも、はい、上げていく、はい、上げていきますっていう感じですかね。はい、いやー、なんか本当に早く試合が見たいなと思ってるんですけれども、はい、開幕の対戦相手がロアッソ熊本に決まりましたけれども、はい、対戦相手ロアッソに対してのこんな戦いしたいなっていう思いはありますか？自分たちのサッカーがどれだけ、出せるかが大事だと思うので、はい、まあ、相手は熊本に決まりましたけど、うん、まあ、その熊本がどういう戦いするかっていうのも含めながら、はい、まあ、自分たちのサッカーも出せていけたらいいなと思います。ちょっと間が空いちゃったので、鹿児島らしいサッカーって改めてどんなサッカーでしたっけ？まあ、攻守においてアグレッシブに、うん、まあ、もちろん攻撃でもアグレッシブですし、はい、守備でもこうボールを奪い、自分たちから奪いに行く形かなと思います。うん、結構去年は、昨シーズンは攻撃がすごく印象に残ってるんですけど、はい、今年まだそのキャンプあたりでは、はい、まあ、今年はその守りにおいても頑張っていくんだっていう話をちょっと聞いたんですよね。はい、ってことは、まあ、攻守両方とも今年は趣を置いてって感じですかね？そうですね、攻撃だけじゃなくて守備もやっぱり大事なので、うん、まあ、そこはこうシーズン通してやっぱりいろんな修正点とかも出てくると思うんで、はい、まあ、試合試合でこう修正していけたらいいなと思います。まあ、そういう意味では攻守の要となるボランチである中原選手はすごく大きな役割を担いそうですね。そうですね、攻撃も守備もやっぱりこう
何かこう発信しながらやっていきたいなと思います。そして今年は副キャプテンとしても頑張っていくということなんですが、はい、どうですか今酒本選手とそして副キャプテンの中原選手でいろいろ話をしたりとかすることありますか？はい、そうですね結構、はい、普段からします。どんなチームに2人でしていきたいですか？まあ、やっぱり一人一人がこう持ち味を出せるようなチームにしていきたいです。なるほどね。個人のやっぱり技術も非常に今年高いと伺っているので、はい、まだこのスタメンとかもドキドキしますね。そうですね本当にまだ分からない状態なんで、はいはい、楽しみにしてもらってたらいいと思います。そうですね。あとまあ本当にわずかな時間になってきましたので私たちサポーターも非常に楽しみにこの開幕を待ちたいと思います。はい、さあツイッターとか SNS とかで最近よく見るのが、はいはい、中原選手が描いた絵がプリントされてる T シャツ、はいはい、あれが非常に気になってるんですけれども、はい、これ地元アクネを応援する、まあ、中原選手はアクネ、はい、そして園田選手は瀬戸内町と、はい、いうことなんですけれども、はい、これはチャリティー T シャツということなので、はい、収益はアクネにこれプレゼント全部、はいはい、すごい絵が気になってるんですよ、はい、魚と柑橘と海、はい、そうです、はい、これ何ですかそれぞれそれぞれだから僕がこう何ですかねアクネでおすすめするベスト3みたいな、うん、でそれが3位が、はい、ボンタンでボンタン2位が魚で、はい、で1位が脇本の海水浴場っていうところだったんで、はい、それを絵に描いて。なるほどね、はい、これね脇本海水浴場私も大好きな場所で、はい、あれが描かれてる時点でもうこれ買わなきゃなって思いました買ってくださいね。それがアクネのパワーになるわけですもんね。そうですね、はい、これはアクネの皆さん喜んでるんじゃないですか？喜んでもらえると嬉しいです。うん、ぜひね多くの皆さんにこれすすりから出てるということなので、はいはい、3680円から4350円、まあちょっといろいろサイズによっても変わってくるみたいなので、はい、ぜひご協力をいただければと思います。はい、はい、さあ改めて開幕が近づいてきましたので今シーズンの目標を聞かせていただきたいと思います。まずチームの目標から教えてください。もう J3 で優勝することだけです。そこですよね、はい、そこはもう皆さんもう擦り込みのようにいっぱい聞いてますので、はい、これ間違いないと思うんですが、はい、聞きたいのが中原選手個人の目標って何ですか？目標は正直決めてはないんですけど。あ、そうなんですね。はい、これ決めないタイプ。あんまりこう、うん、なんか数字にこだわったりとかもないんで、うんうん、まあ日程的にも何ですかね、週に2回とかも試合あるんで、はい、まあ、できるだけたくさん試合に出て、うん、はい、勝利に貢献したいなというのはあります。体調管理とかも非常に大変になってくるかと思いますが、はい、中原選手は結構食事にもちゃんとこだわって気をつけてらっしゃるんですよね。はい、そうですね、いろいろこの自粛期間というか、うん、はい、の間もなんか知識とかいろんな人の話聞いて、うん、まあ、自分に取り入れれるものは入れていけてるんで、うん、はい、これから先なんかこう成果が出てくればいいかなと思います。本当食事大事ですもんね。はい、そして食事もですがこの脇本海水浴場でしっかり鍛えられた足でまたグラウンドをね、はい、思いっきり駆け回ってほしいですね。はい、走ってたんでしょ？めちゃくちゃ 走ってたというか、はいはい、走らされてました。走らされもうちっちゃい頃からこの第一位の脇本海水浴場ではよく走ってた。もう、はい、うん、数えきれないぐらい罰走すごいな、それが第一位のあの場所ですもんね。はい、そういう意味も込めてね T シャツ皆さん着てほしいなと思いますけれども本当そういう意味でもね、はい、走りまくってください今シーズンも。はい、頑張ります、はい。さあ最後になりますがエールフォー鹿児島と題しましてこのコーナー最近お届けしてるんですけれども、はい、まあ、大変な状況で頑張る鹿児島の皆さんそして全国の皆さんまだまだね新型コロナウイルスの影響ってあると思うので、
ラジオ聞きの皆さんにエールを中原選手からお願いできますか。はい、こういう、時期というか、まあ、コロナで大変な時期ですけど、僕たち選手が、少しでも、皆さんを笑顔にできるような試合をして、鹿児島をこう盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、大変な状況で頑張る選手の皆さんをサポーターみんなで応援したいと思いますので、中原選手頑張ってくださいね、はい、今シーズン。はい、ありがとうございます。では中原選手のリクエスト曲、ユナリクいきたいと思います。はい、これ最近流行ってますよね、この曲。流行ってるらしいですね。らしいですね僕も最近なんですけど、はい、聞いてます、はい、聞いてますね。そうですか。じゃあその話題の一曲をかっこよく曲紹介お願いします。エイトさんの香水でお願いします。わかりました。今シーズン副キャプテンを務めます鹿児島ユナイテッド FC 中原修斗選手でした。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。